今回は友達に会いたいコログを川や崖を越えて運ぶ方法を紹介します。例としてサハスーラ平原眺望台から南の双子山の川沿いのコログで行います。川を越えた先に友達を運びます。イカダを作ったりロケットをつけて運ぶことも可能です。しかし今回は別の方法を紹介します。友達に会いたいコログを移動させたい場所に先に移動します。弓矢に薪をつけて運びたいコログの近くに矢を射ましょう。薪は木を切ってできた丸太をさらに切ると入手できます。薪のついた矢が運びたいコログの近くに落ちたら戻ります。ウルトラハンドで運びたいコログを薪にくっつけます。戻れ子を薪に使用します。すると薪が矢を置いた場所に戻り、くっつけたコログも一緒に運んでくれます。崖上や川の先にコログを運びたいときに知っておくと便利なテクニックです。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。